ごめんって、ね、いつまで怒ってんの。いやだってさ、うちの実家さ、年越しそばの習慣なかったからさ。なんで年越しそば買ってくれなかったの。なんでてか、もっと早く気づいてくれればよかったじゃん。今ミーシャ歌っちゃうかもしんないよ、紅白。ごめんって、ミーシャずっと楽しみにしてたのにさ。いや俺がミーシャ歌ってあげる。いや俺さ、その今までも実家でずっと年越ししてたからさ、彼女いんのとか初めてなの、本当に年越し一緒にするのとか。ごめん、全然慣れてなくて、ね、お汁粉買ってあげるから。お汁粉おごってあげる。ニコニコニコ、ほら許してだから。うん、うん、でも翌年来る年に間に合わないとダメだよ。じゃあさ、もう急いでさ、今もう買って。お汁粉ないじゃん。お汁粉がいい。ね、行く年来る年始まっちゃうから。ごめんね。嘘だよ。そばなんか別にどうでもいいの。じゃあ、行こっか。もう急いで。じゃあお汁粉。その顔が。ね、じゃあお汁粉だけ買って、もう早く帰ろ。うん、始まっちゃった。翌年来る年、来年もよろしく。こちらこそお願いします。